はい。おはようございます。沖縄パパです、えー。今日は、えー、後で、えー、中国観察さんの、えー、動画をアップしようと思いますけど、まず今日の一発目なんですけど、えー、まあ、パチカンの金塊ですね。うん、あれについてです、えー。みんななんでそんなお金持ってんだみたいなことになってますけど、考えてみれば当然なんですよ。大、え、体、ー、だいたいカトリックの信者って、あの、 全世界に4億ぐらいいるんですよね。だから毎週日曜日ごとにミサがありますよね。まあ、なんていうのかな、プロテスタント式に言うと、あの礼拝みたいなもんですね、えーまあ。神父様がね、こう、お話しして、えー、聖歌を歌ってっていう、そういう活動が、まあ、週に1回あるんですよ。で、そこで大体あの献金するんですね、みんな。 でもし一人100円献金したとして、1週間に400億集まるんですよ。全員来たとしてね。まあ、中にはまあね、全然来ない人もいるだろうし、えぇ、ー、実は学生私もカトリックなんです、実は。えー、一応1000年目持ってます。だけど私はまあ全く行ってません。えー、1年に一遍も行かないです。 はい、えー、それ、そういう、こう、まあ、一週間に一度ね、そういうのがあるじゃないですか。で、まあ、熱心な人になると、ミサーには、 大体いい週に、まあ、2、3回出る方もいらっしゃいますし、そういう方は多分、あのー、寄付の額も大きくなると思うんですよね。で、えー、その他に、こう、クリスマスとか、えー、イースターとかに、バザーやるんですよね。みんな、あの、信者の皆さんがい,いらない家庭の不要品とか、えー、お洋服とか持ち寄ってバザーやるんですよ。 それをの全世界の集まるお金考えただけでもものすごい金額になります。だからあの金額は全く不思議でも何でもありません。なぜ全世界で4億人いるうち1人100円寄付したとしても400億集まります。なので、えー、どこでなんでこんな悪い金を儲けてるんだみたいなこと言う人もいるんですけどもちろん裏絵の汚い金もあると思います。なぜならイタリア、ね、 マフィアと繋がってるっていうことは割と有名な話ですしね。で、今回ね、えー、な、あの、あれになったように、なんせ、イルミの一部ですからね。えー、まあ、それ知ってから、まあ、全然行かなくなっちゃったんですけどね。はい。ということで、まあ、あれだけの近海があるっていうことは、不思議でもなあでもないっていうことをお話ししようと思ってました。はい。えー、なんせね、4億人ですから。 その人たちが週に1回お店に行って100円寄付したとしても400億1週間に集まりますからね。1年になるとどれだけになるか、まあ想像に、ね、まあ単純計算にしてもものすごい額になるんですけど、まあ人によってはね、あのお店のことに1000円2000円寄付する人もいるだろうし、まあ大体10円とか20円とかそういう人はまあいませんからね。なので、 最低100円としてもそんなもんですはい、えー、そういうことであの金塊は全く、えー、事情を考えると不思議ではありませんはい、えー、闇を見ましたね皆さんはい、それでは私たちは光り輝く未来に向かって、えー、ね進んでいきましょう未来は明るいですはい沖縄おばばでしたそれでは皆さんまた